じゃあ、そろそろ残り1時間強ですけれども、いよいよ待ちかね皆様が主役の、時間に入りたいと思いますが、第3部はここから私、鈴木が再びマイクを持たせていただいて進行させていただきます。1部目の海老沢さんの福島の話と、飛んで広野さんの非常に世界的な話と、2つをですね、見た上で、私たちの生活の中で何をしていくかという、福島とグリーンエコノミーと私という話なんですけれど、さらにですね、3人の人に登場してもらって話題提供していただきます。今日の資料にもありますけれど、グリーンエコノミーに4つの立場があるのではないかと。資本の持続可能、経済の持続可能性を目指す資本系グリーンエコノミーと、生命の持続可能性を目指す、生命系グリーンエコノミー。この2つは相容れないものというか、全く2つのものではなくて、絡み合った、ものとして捉えるべきなんでしょうけれども、やはりお話を聞いていると、その国がしゃべる言葉、企業がしゃべる言葉、あるいは広野さんがしゃべる言葉の中には、その経済成長というものをどうするかというのが先に来て、その中で環境というものをどうより強くしていくかという話でも、ゆうささんの話の中では、もう徹頭徹尾ですね、地域の命の、お金じゃないのという部分が主に来て、その中で成り立っていくためには、どれぐらいのものがどれぐらい売れているべきかというですね、完全に後付けな、その2つをですね、生命系資本系と考えて、それに対話と調和というのがテーマなんですけれど、世界にはその途上国と呼ばれるところ、あるいは新興国と呼ばれる国があって、先進国はその途上国の資本、資本じゃなくてでしたっけ、環境を判断、資源をですね、使ってこれだけ豊かになってきた、で今から途上国がその 3% どころか 6%、10% という経済成長を目指していく中で、資源を使うなという権利は、北にはないんだと言っていく中で、今じゃあそのブラジルとかそういった南の中にも生命系の人たちもいれば、資本系の人たちもいる、でグリードな人たちもいるというところを、インヤクさんに最初にお話しいただきたいなと思いますので、ちょっとダッシュになれたと思いますが、ぜひお願いいたします。インヤク申します。ちょっと時間かけられているので、自己紹介省略して始めさせていただきます。これは今ブラジルに作られようとしている世界第3位となるベロモンチダムに関する、ビデオです。見えますか。この人は先住民族のリーダーですね。で、さまざまな遠い民族を反対の方に向けて団結させるために、もしベロモンチが建設されたら、私たちは絶滅する、それは政府は望んでるんだ。もう工事はもう始まろうとしている、もう始まっちゃってるんですけども、でもうすでにトラックを借りて、労働者も、もう雇用されてる。雨が止まったらすぐに工事が始まるよ。これ始まる前のビデオですけど、もう始まっちゃってます。これは、軍事独裁の時、30年前に、計画されて、ずっと反対運動のために、止まってたものなんですけども、去年それが始まってしまいました。ベロモンチダムというのは我々に対する挑戦だ。政府の、情報を聞いた時には信じられなかった。非常に恐ろしい。このプロセスは非常に市民社会の参加は全くないところで決められている。で、これは首都ですね、首都ブラジリアに、みんなが詰めかけたデモです。国内外から署名を集めて、それを持っていってます。
で最初大統領府は合わないと言ってこの役人だけ出てきたんだけどもパッてずっと、問い詰めて結局入っていくことができました。で政府の代表者と話すことができた。で今の政府というのは一応左翼政権なんですけども、非常に権威主義だと。そしてこういう先住民族を、もう絶滅させても何とも思っていない。何が危険にさらされているのか。建設されてしまうは許しちゃいけない。もし許してしまったら子供たちはどうするんだ。この川こそ我々のマーケットだ。ここで我々は生きる糧を得ている。水というものは私たちのためだけに必要なんじゃなくって、世界を調和させるために必要なんだ。水というものは命である。川は今ある姿で保たなければいけない。白人社会によってすでに大きな影響を与え、森林破壊、それから貧困などが生み出されてきた。我々の川にひどいことをしようとしている。子供たちのことを考えると、あるいは孫たちのこと、あるいはそれからずっと続いていく世代に対してどうすればいいんだ、それ考えると悲しくなってしまう。彼は日本にも来た、伝説的なリーダーですね。ハオニ。で、女性も怒っていて、戦うって言ってます。ちょっと時間がないのでちょっと端折りますけども。で、このベロモンツダムっていうのは本当に30年間計画されて、ずっと強い反対運動で、結構有名人、スティングとかアバターの映画を作ったジェームス・キャメロンなんかも参加して国際的に強い反対運動をやっています。しかし去年、建設開始されてしまいました。で実はですね、ブラジルっていうのは7割ダムから発電してるんですね。ですけどこの、ダムっていうのは非常にまずいんですけど、今はこのベロモンツダムだけじゃなくてアマゾン地域、エクアドル、ペルーなんかも含んでるんですけども、140の建設計画があります。でダムの建設がアマゾンの生態系を大きく変えてしまうだろうというふうに言われています。そして今世界第2位のどでかいダムというのがありまして、トゥクリダムというんですけども、これっていうのは非常にでっかいんですけども、これは日本のアルミ産業のために作られました。その作った電気の3分の2は日本が出資したアルミ工場のために使われてしまいました。決してブラジル人のために発電するためにアマゾンのダムが使われているのではないんです。ダム、ですね、その
熱帯地域のダムというのは非常に生態系に対して非常に大きな影響を与えます。そしてその地域の先住民族や地域の住民が犠牲になります。でそれで最後やっぱり強調しなきゃいけないのは、大体これっていうのは鉱山開発のためです。アルミであるとか、そういうふうに電気をいっぱい使う産業がありますので、それに向けて、どん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 電気が必要だということで、その、開発された、鉱山 鉱石なんていうのは、中あの世界の方に輸出されていきます。これは一部の企業を太るだけで地域には全然メリットはないです。でもう一つ別のことが起きてます。これはですね、ブラジルの南部、先ほど言ったアマゾンというのは北部にあるんですけども、これはずっと南部の方です。ここで実は遺伝子組み換えの、大豆なんかが非常に大きくなっています。でまあ、ここは先住民族の都市だったんですけども、そこを全部焼き払われて追い出されて、ここに、牧場を作ったり、大豆の牧場に主食しているわけですね。で彼らはここの土地の先住民族の都市としての権利を、要求するために立ち上がっているんですけども、何人もリーダーが殺されたりしている中で、政府はサボタージュして憲法上認められた彼らの権利というものを一向に認めようとしていないのが現実です。ちょっと時間がないので話を終えます。でその後先住民族になった後に何が起きるかというのをこれ見ればいいんですけども、先ほど出てきた福島とは全く違う全く、恐ろしい農業が行われています。でこれ25台の巨大なトラクターが大豆の収穫ですね、これね。で雇われるのは25人の、運転手は雇われると思うんだけども、でどん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 土が剥ぎ取られて強烈な太陽に当てられて森林だったところを全部今こういうふうにしちゃってるんですよね。それで何が起こるかっていうのは想像してみれば分かると思います。でもう一つ後で強調したいんですけども、こうやって作られている中に広大な地域で遺伝子組み換え大豆作ってるんですけども、それは家畜の餌、輸出向けの家畜の餌であったりバイオ燃料だったりします。両方とも食料じゃないです。だからここ食料生産なくなっちゃうんですね。そうするとどうなるのかっていう問題があります。それが、次に、追及していきたいと思いますけども、時間になっちゃったので、はい、とりあえず後ほど、東北で電気発電して東京で使うっていうのを広げるとですね、こうブラジルでダム作ってアルミを使うという基本的には同じ構造なのかなと思うんですけれども、ここでその前半皆さんにやっていただいたその未来生活度チェックというですね、30点の、ものを、皆さん終わりました。まだやってない人います。やってない人は今やりながら、ちょっと2人1組になっていただいて、自分何点でしたと、物で何点、金で何点、情報で何点、合計何点というのはですね、ぜひ低い高いは関係ないんですよ。これあくまで未来、私アシルジャパンで今考えているような未来に向かう、と未来の人々はそういう生活をしているはずだと、でそういった生活を今どれぐらい過ごしているだろうかっていうね、非常にこうなるべく分かりやすく作りたいんですけれど、なかなか皆さん点が低いと評判なので、全然点は気になさらずに知ってる知らないということを範囲内でちょっとつけていただいて、で、まあ、一つ面白いのはその物、金、情報というので10点ずつ30点ということですね。だから人によってはすごいこう物に強いけれど金に弱いとかですね、金に強いけど情報に弱いとかですね、全部弱いとか全部5点とかですね、そういういろんなパターンがあると思いますので、ぜひゲストの皆さんもここからは入っていただいて、はい、はい、じゃあ終わってる中から2人1組になって、3人のところ、例えばその奥の2つは3人3人なので、ちょっと6人で2人ずつというふうになっていただいて、ここにお一人入れますか。じゃあヒデさん、そこに、はい、じゃあ今から3分5分でちょっとまずは自己紹介も兼ねてですね、